はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加山里乃です。今日はですね、私もですね、大変お世話になっておりますですね、 Google 様のですね、YouTube 広告、これなんですけども、もうひどい広告が、ね、多すぎるんでちょっと紹介したいと思います。で、紹介というか、愚痴なんですけど、私もですね、 YouTube で動画配信をして広告収入を、ね、得ている身としては全くですね、 Google 様には逆らうつもりは全くないんですが、広告のちょっと選定は大丈夫なのかというふうにね、本当思うわけですよ。で、最近広告多いじゃないですか。で、もともと昔はね、広告1回だったんですけど、最初のね、始まりに2回広告が流れるようになって、よっぽど広告詰まってんのかなと思うんですが、結構中でも出会い系とかマッチング系、それからダイエットサプリとか、そういうのすごい多いですよね。で、私がですね、すごく不思議に思うのがですね、例えば出会い系サイトっていうか、マッチングアプリの広告がありますよね。で、これが1個目に流れて、2個目はですね、違う会社のマッチングアプリの広告がまた流れるわけですよ。テレビ CM で例えるんだったら、コーラの CM があった後にですね、今度はペプシの CM がね、重ねて流されるというような、ね、状態で、普通それはありえないじゃないですか。すごくシュールだなと思いながらも、これは誰に向けてね、あるものなのか、消化試合的な感じで流しているだけなのか、すごく、ね、疑問があるわけです。で、これはね、すごく疑問なんですが、中でもですね、最近もひどいなと思っているのが、一つ目、アプリの CM、これですね、一見昔ですね、マフィアシティっていう広告があったじゃないですか。すごい面白そうに見えて、実際ダウンロードしてみるとね、多分すごい金がかかるとか、すごいやつがいっぱいあるわけですよ。写真をね、イラストにできるとか、イラスト風のね、できるとか、あなたが何年後のとかね、10年後20年後とかの顔がわかるみたいな、ああいったアプリがですね、面白いそうに宣伝されていて、じゃあ実際ダウンロードしてみようというふうに言ってね、リンク飛んでみるとですね、もう課金がすごい。で、しっかり規約をね、見てみると、とんでもないこと書いてあるんですよ。アプリダウンロードしてですね、当然ダウンロードするとき利用、同意してやると思うんですが、なんとですね、7日ごとに5000円課金される仕組みになってるとか、もう自動課金システムになってるんですよ。いや、おなしに。だから、しっかりとね、これはね、本当に危ないですので、気づかないで、例えばね、実は毎月1000円取られてるとかっていう可能性もありますから、しっかりとですね、騙されないように、規約を見ること。で、あとですね、もう絶対に必要なのはレビューを見ることですね。こういった詐欺的なアプリは、レビューがめちゃくちゃ荒れていて、荒れてるんですよ。で、不自然なぐらい荒れてないか、工作されてて。どっちかなんですけど、大体この不自然さっていうのは伝わります。なんで伝わるかというと、こういったアプリって日本っていうね、結局ね、中国系アプリにすごい多いんですよ。で、中国語を Google 翻訳に入れて日本語に略したもので返信している人がめちゃくちゃ多いんで、もう見るとですね、たどたどしい日本語で返信されているのといたりとかするので、そのレビューに対する返信とかが。とかね、なのでしっかりこのねレビューを見ることを、規約見るの大変だったらもうレビュー見れば大体一発で分かりますから、この辺りはしっかり見た方がいいです。アップルとかだと基本的には顔認証とか、結構同意するとね、一緒に課金まで同意されちゃって、無料と有料の買い方っていうのがさほどないんですよ、工数の違いが。だから有料かどうかっていうのを分からず買ってしまう人って結構多いと思う。この被害者かなり多いと思います。これしっかりね、気をつけてください、皆さん。で、次に多いのが投資系ですね。株の学校とか、お金の学校とかね、お金のリテラシーを高めるとか、そういった訴え文句いっぱいありますけど、ここら辺もね、相当危ないです。1日2万円儲かるとか、月収50万円とか、そういったですね、話、あとバイナリーオプションとかね、成功報酬でとか、もう一見美味しそうなものがあるんですが、こういったね、かなり怪しい投資系の、広告、こんなのもですね、ちゃんと審査してるんですかっていうぐらいね、怪しいものもいっぱい出てます。そして3つ目がね、この自由になるだけのね、わかります？こういうだけ、まこなり社長風の、方がですね、
な自由な時間を手に入れるためにとか、まあ、なんかそういう系 の大文句でね、なんか語っている、まあ、これは広告っていうよりは皆さんが見てるあの関連動画とかの上に広告枠として載ってる動画とかに多いんですけど、まあ、この動画ですね、見に行くと、再生数めちゃくちゃ多いんですが、あのこの出してるですね、ユーザーの登録者数めちゃくちゃ少ないんですよ。大体こういう詐欺的な動画の特徴として。で、まあそういうのもなんか別にお金持ってるのか持ってないのかちょっとよくわかんない見た目だったりとか、まあ、一周回って T シャツジーパンだけになってるとかそういうなんかまあそうっていう風に見せかけてるとかね、もうちょっと非常にね結構ひどいだと思って、これ全体的に。でやっぱり当然ね、広告出してじゃあその広告詐欺だったからって当然 Google に責任取るわけでもないですし、でも Google っていうのは広告を出してる以上はですね、そういったまあユーザーにね、害のあるような広告を出してはいけないと思うんですね。それはまあ、あの企業の努力として。なのでしっかりですね、こんなの絶対テレビじゃ流せないのみたいなのしか流れてませんから、最近は。このあたりね、まあ、今後、まあ、YouTube もねどんどんいろんな規制をしてって、まあ、危ない動画とかそういうのをダメにしたりとか、なんか、まあ、柔軟にはね規約を変えてるんで、この広告に関するね規定というのも、ちょっと少しね見直してい、く必要があるんじゃないかと思います。今 YouTube もね確かに本当に市場、まあ、伸びきってしまったともう言っても過言ではないですが、その中で、広告だけはね大量に入っていて、多分回し追いつかないぐらいね、の申請があったものを全部受けてるみたいな状況になってくると思うんですが、しっかり広告はね選別してほしいなと思います。そんじゃそこらのわけわかんないサイトなわけじゃないですから今や、しっかりね、なんですか、ブランド価値というところからこういった投資系とかね、この特に詐欺アプリなんていうものはねもう本当言語道断ですので、このあたり相当厳しくね審査してほしいというふうには思っております。まあ私はね、Google 様にいつもお世話になってますので、全く Google 様の悪口を言うつもりはないんですが、ちょっとね広告がひどいなと思いましたので、今日は動画で取り上げさせていただきましたということで、皆さん今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。